かすれマカネル、シュシュ。はい、今から帰ります。牛久大仏です。こう、ヘッパイとかぶるとこのほうれい線がすごい出ちゃうから、おむにってなってこうやって、しょうがないけど嫌ですね。よし、行きますか。入るぞー。さあ、網東インターチェンジに入ります。最近ね、私の知り合いとか、あと、ニュースで見たりとかなんですけど、バイクで止まってるところにで、一番後ろ、あの渋滞とか、まあ、信号待ちで止まってる時に、あの後ろから追突されるみたいなのを、本当にたまたまなんですけど、知り合いの方で2人いて、で、全日本の選手の方もそういう事故に巻き込まれてたりとかして、なんか似たようなニュースが立て続いてるなと思って、うわーっていうのがめちゃくちゃあります。もうそれは避けれない事故じゃないですか。だって止まっちゃってんだもん、こっち避けれないよ。しかも前にももし車いたりとかさ、もしくは、あ、大仏だ、バイバーイ、もしくはさ、後ろでさ、なんか、あ、前に車いたり信号待ちしてたらさ、前にも避けれないじゃん。もうなすすべないよね。ちゃんとジャケット着ようとか思いますよね。ヘルメットもあごひもちゃんと締めなきゃなとか、気をつけよう。私も自分が加害者にならないように。なんか今日昼間すっごいあったかくて、ジャケットのインナーダウン取っちゃったんですよね。で、今それで帰ろうとしてるんですけど、寒いです。収まって大事なんだな。身に染みてます、今寒い、うん、早くサービスエリア来てくれ。なんか結構ね、最近サウナで、私 YouTube、 サウナの YouTube 上げてるじゃないですか。それに対してプライベートでも行ってるのみたいに聞かれることあるんですけど、実は意外と行ってるんですよね。ただいかんせん自宅の近くに行きすぎて SNS には載せられないっていうね。自宅の近く以外の場所に行った時を載せすぎると、あ、載せてない場所が自宅の近くなんだとかなりそうで、それもそれでって思って、今都内のサウナをどうやって乗せようかな。もっとね、まんべんなく行ってたらすごいいいと思うんですけど、ただ地方に行った時とかはね、そのホテルの近くのサウナとかスーパー銭湯行ったりしてます。ヘルメットをかぶるたびに思うのが、シールドが汚い。なんか虫とかついたのグローブでピュって取ってそのままにしてる。でいつも思うんだけど、ツーリング終わって家帰ってヘルメット脱いだら、そんなこと頭からすっぽ抜けちゃうんですよ。あー、お疲れ自分みたいな感じで。やりません、そういうこと。で次の時になって、あー、そうだ、あ、でももう待ち合わせ時間に間に合わないから、もう行かなきゃ、あーみたいになる。もう毎回それの繰り返し。空気圧チェックだけはみたいな気持ち、安全性のために。でもシールドの汚れは、まあ、本当になんか曇ったりしてるわけじゃなくて、全然視認性はいいから、なんか忘れちゃうんだよね。ダメっすね、綺麗だな。なんか寒いね、本当。東って言ってもさ、私がバイク
クの免許取ったの10年前だし、なんかちゃんと乗り始めてのこの7年6年ぐらいだけど、それでも昔に比べて本当に電熱系の進化が著しいなって思いますよ。だってさ、なんか昔のさ、お父さん世代の話聞くと、お腹に新聞紙入れてたとか言うじゃないですか。信じられないと思って。そんな風邪よけの方法ある？確かに新聞紙はあったかいのかもしれないけど、で、風、隙間風がさ漏れちゃうから新聞紙で塞ぐって、信じられないな。今って本当いろんな、だからバイク用品がライディングウェアも充実してるなって思いますね。守谷まであと5キロ。よし、あとちょっとだ、高くなるまで。もういいよ、本当に。守谷入ります。ここで一旦休憩も兼ねて休みましょう。ブンブン。守谷でちょっと休憩したので、お家までノンストップで帰ります。もう辺りは真っ暗です。よし、守谷のサービスエリア、ハイオク193円もする。高い。今びっくりした。そんな高いの、信じられない。こんな私でもそういう風に思えるようになりました。数年前まで自分でガソリン代を払ったことなくて、あの頃はさ、ツーリング、お父さんと行くか仕事で乗るかとかしかしてなかったから、そんな燃費とか考えたこともないとか言って、それが YouTube 出してたのに。成長したな。ということで、もうね、暗いんでね、切っちゃおうと思います。もうこんな真っ暗なんでね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そして高評価とあとコメントもお願いします。いいねをしてます、コメントに全部。じゃあ次の動画も見てください。バイバーイ。